ニガラバー皆さんこんにちは、わきおのアレンです。アレンは今こちらのサンチャンストリートというところに来ています。はい、このサンチャンストリートはとても有名な通りで、いろんなあの居酒屋というかバーだったりとか、この食事するところがたくさん並んでいる、すごくとても有名なストリートとなっています。そのなんと有名なところにローカル経営のあのタピオカ屋さんを見つけたんです。はい、なんか今まで気づかなくて、最近できたばっかりで、あのローカル経営なので、なんと値段も1600チャットというすごい安いローカルプライスですね。これ日本じゃありえない価格ですね。だいたいですね110円ぐらいですね、120円とかそれぐらいだと思います。今回そ あのローカル経営 あのタピオカ屋さんをちょっと今回アレンがずっと気になってて行きたかったので、実際あのミャンマー語で、アレン覚えたてのミャンマー語で挑戦してあのオーダーしてみたいなと思います。ニガラバー、はい、ニガラバー、イエス、あー、オッケー、これがメニューですね。オッケー、アコ、あー、ディハペバー、チャーティ、オリジナルパレメディ、イエス。で、お金がこの1500チャットなので、こちらですね、こちらやるやるチェズバ。はい、なんか男の方が経営してて、しかもこれなんか本当ミャンマー人経営なので、なんか大体タピオカ屋さんって台湾の人とか中国人がなんか日本とか他の海外に来てやってるケースもあるんですが、今回なんかミャンマー人がもう一人で経営してて、いろいろと、しかもいろいろと店のこのシールとかロゴまで入って、すごいしっかりした本格的なタピオカ屋さんとなっております。こちらがメニューですね。はい、すごいいろいろあって、これがなんかスムージーオレオ系と、これがシグネチャー、このお店の看板商品ですね。今回アレンはこのオリジナルパールミルクティーを頼みました。でミルクシェイクとかいろいろとあります。いやなんかトッピングでサービスしてくれたらしいです。はいはい、なんかアレンは実はミャンマー語を本当学んでる途中で、まだまだなんですけど、なんか一つくださいとか、これくださいとか、あとは大丈夫ですとか、そういったのをミャンマー語で今勉強しているので、まだまだなんですけど、少しずつミャンマー語で注文できるようになってきました。この男の方、奥の男の方が一人で今作ってくれてます。はい、ちなみにこのサンチャンストリートは、だいたい飲み屋というか、なんかこのタイ料理だったりとか、あと日本食もこの通りに面してあって、あとは中国料理とか、あとなんかそうこういう感じでオープンで飲める場所で、すごくそういったなんか夜みんなローカルの方も外国人も集まって飲むようなところなんですけど、そこにまさか1店舗に、あ、ここにローカル経営のタピオカ屋さんがあって、で実はこのここの奥、もっと奥の方に行くと、あのタイティーとか、あ、チャイティーですね、はい、とか、なんか中国から来たすごい有名店とかなんですけど、ここはど真ん中にローカル経営のお店がありました。はい、ちょっと気になる値段、正確な値段ちょっと今調べてみてちょっと共有したいと思います。こちらですね。はい、自分アレンが頼んだのが1500チャットだったので、日本円で見ると118円、はい、なんと120円ですね。ちょうど120円くらいで頼みました。 OK プラスティック、 YES、彼英語も話せるので助かりました。はい、こんな感じでローカルのところでタピオカを頼むことができました。これからもいろんなところ行ってミャンマー語でオーダーしてみたいなと思います。OK、 これで失礼します。たったー